さあ始まりましたジェネちゃん、本日はジェネデート特別編ということで、僕がどうしてもやりたかった犬デートをしたいと思います。うぃー、初仕事。まあ犬デートなので、もうね、あの相手は分かっているかと思いますが、本日のデート相手はこの方です。あれ3匹いる、3匹目だ。あれ今日2匹って聞いたけど3匹だ。あ、3匹だ。どうも、飾り人です。来ましたね、犬デート。やっとですか。やっと。まあね、おうちアランちゃんの、ね、家とかでみんな集合させて、そう、もうワンワンパラダイス状態になってることもね。そうそうそう、そういうのはね、よくやるんですけどね、うん、こうやって公に多分一緒にやるのは初めてかな。確かに初仕事なんで、もうこいつらにはちゃんと自分で稼いでもらって、餌代か、ね、自分で稼いでもらわないといけない。ちょっと自立してもらわないとこんな世の中やから。そうそうそう、ラブラドゥードゥル、タスマニア出身のレックスです。タスマニアって何語なんやろ。タスマニア多分英語なのかな、うん、2歳ですね。2歳でもう僕が飼い始めてだから2年目とかですかね。もうちょっとで3年になるかなっていう感じですね。王様っていう意味でレックス。こいつはほんまに癖が悪いね。もう家遊びに行ったら洋服破かれた。そう、基本的にあの人の服破くの大好きなの。さっき言うとけって言うたのに破けてるやんけって。あ、そうやったとか言って、破くから気をつけてて、もう破れとんねんこっち言うてっていうことがありました。僕もパジャマも僕もギシギシでございます。はい、じゃあうちの子を紹介します、はい、まずは犬種はですね、ですね、ペキニーズとプードルのミックスなんで、ペキプーという犬種になります。どちらもで、こっちがちょっとだけお兄ちゃんのトノです。カザラトノです。で、こちらカザラワカです。名前の由来は、ですね、これさ、まあ、話そんな長くなるんですけど、知り合いがちっちゃいメガネザルにサルって名前つけてたんですよ。で、おいサルって言ったらキキーって言って寄ってくるのが面白かったから、最初犬っていう名前にしようと思ったんですよ。犬に犬ってつけてたらやばくないですか。散歩行って、この子可愛いですね、名前なんて言うんですか、犬です、うん、え、こいつやばいやつやんっていう感じにしようと思ったけど、さすがにそれはやめた方がいいんちゃうって言われて。確かにね、メンディ君とかアランちゃんだよね、うん、で、まあまあ可愛らしい名前つけようかなと思って、トノとワカ、トノワカっていうコンビです。何歳ですか。何歳ですか。2歳。2歳。どっちも同じ同じ、うん。あ、そうか、ワカ1ヶ月違い。そうかそうかそうか。そうだ、僕うちも2歳やから。はい、ということで今日はね、ほぼプライベートに近い感じでお届けできればなと思っているので、ぜひ皆さん、僕らのね、のほほんとした、僕とリュウト君は、本日好感度アップのために、このロケを、やらせていただいております。そうそうそう、何でか知らんけど好感度ないらしいから。もうこの愛犬を使って、はい、好感度上げていこうかなと思います、はい、ということでまずやってきたのはお台場にあるペットショップペテモさんです。ペテモさん。ペテモさん、はい、店内にはですね、約4000から6000種類ものペット用品が置いてあり、都内最大級の広さを持つペットショップとなっています。すごいね。他にもですね、ペットと一緒に楽しむアウトドアをコンセプトにしたスノーピークのペット向け製品と、約600アイテムのアウトドアグッズも取り揃えているということで、確かにね、アウトドアグッズもね、入りからすごい、すごいね。もうだってこんなでかいの初めてだもん。いや確かにね、テントとかあるよ。だってこいつらにテントはいらないやろ。まあいろんなグッズや子犬の販売もしているので、まずは買い物をしたいのですが、ちょっとしたゲームをしたいと思います。ゲームのルールは、今回の買い物予算は1万円。 お互いに1個ですね、 NG ワードを決めて、その NG ワードを言うたびに予算から、1000円マイナスされていくというね。難しいね。うん、なんかどこかで聞いたことあるルールですけれども。王様のシールね。王様のシールね。じゃあ僕がリュウト君の NG ワードですよね。口癖。この今日のこのコンセプトで言いそうなワードを書くわ。じゃあ僕は はい、ということで僕がリード君に、NG ワード、こちら。このここが結構ポイントになるかなっていう。あ、語尾か、語尾。そうね。何やろ、僕口癖。いいラインですよね。あ、マジっすか。はい、じゃあ僕は、
こちらです。じゃあ怖い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 、何何何何怖い、もうそう片っ端から言っちゃうやつじゃないの。ちょっと結構攻めに出たなって感じですけど。ということで、最終的に残った金額をお互い自腹で相手に買ってあげるということになるので。マジか。うん、まあ、CL はね、まあ、ご存知の通り、あの予算もそこまでね。ほんまやで、もう高いデニムも買わされてまた金使わせるんかいほんまということで早速見ていきましょう。はいはい。ちょっと待てよ、これはもうあかんでしょ、入り口に。これはこれはやばいね。めっちゃ可愛いやん。ほら、挨拶して挨拶して、こんにちはって。あ、可愛い3匹並んでる可愛い。ほらほら、ちょっと待って、超ちっちゃいじゃん。ちっちゃいし、ね、レックスって来た時から結構でかかったよね。来た時はもう 3.5 キロぐらいだったけど、でも今はね7キロぐらいで、多分俺が見たラブラドゥーゼルの中で一番ちっちゃいんだよね。一番ちっちゃいんじゃない、本当に。そう、一番ちっちゃい。ドゥーゼル本当だってこんなだからね。本当はね、大型犬なんですよ。そう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 、ラブラドゥーゼルって。そう、だから大きい子ね、あの来るっていうか、それちょっと楽しみにしてたら意外とね全然大きくならないんですよ。ジェネちゃん、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 君の名前は何だっけレックスですね。え、何ですか。え、レックス君でした。じゃないです。すいません、ちょっとそれやめましょう。かわいい。ちっちゃ。チワワ、チワワかわいいよな。チワワ、リュウト君実家チワワ、実家チワワ、実家ロングコートチワワがいる。いいな、かわいいな。ポメかわいいよね。ポメかわいい。パグとかフレブルもやっぱいいよな。まあ、リュウト君3匹目どうですか。3匹目とか、いやー、まあ2匹いたら3匹も一緒だって言うけど、結構ほぼほぼね、大変よ。結構だってもうこの2匹も結構やんちゃだもんね。ワカがやばい、ほんとリュウト君ち行った時、ワカがもうずっと大運動会やね。もう仲間探ししてる、仲間探ししてるね仲間探し。いや、ちょっとでも今から1匹はもうちょっと大変やな。大変だからね。 うわ、ここでかいな。すごいね。犬とできるキャンプってどういうこと。すごいね。なんかリュウト君欲しいものある。テント。いらないよあれ欲しいかも、ワンコ用のライフジャケット。おお、うん、海連れてくから。そっか、サーフィンの時連れてくからね。あ、それはいいね。一回こいつらマジ何もつけてないのに海で話したら突撃してさ、海に。危な。で、波にドカン飛ばされてビチャビチャになって今から写真撮ろうって時にもうドロドロになって全然写真撮れなかったことあったから、ちょっといいね、アウトドアしてんね。そうそう、ライフジャケット、ワンちゃん用のライフジャケット。ライフジャケットいいんじゃないですか。僕何が欲しいかな。まあでもね、レックスはね、もうおもちゃね果てしないぐらい1日で壊しちゃうんで。おもちゃね、何個あっても足りないよね。そうそうそう、木のおもちゃとかかな。ライフジャケット探す。じゃあライジャケ、ライフジャケットあるのかな。ワンちゃんライフジャケットってありますか。ライフジャケットはちょっと時期的にまだ。あ、そりゃそうっすよねそれだって今はスポーツ用品で買いパンくださいって言ってるのと一緒ですね確かにね。まあでも洋服はでも確かに、ね、欲しいよな、可愛いのは。何が欲しい、レックス。危ないね、食い物コーナー。危ないよ、もうバクバクいっちゃうよ。なんかないの、欲しいの。いや、でもおもちゃなんだよね。おもちゃこちらです。あ、そっち。通り過ぎました。あ、通り過ぎました。あ、レックス、お前おもちゃ探すぞ。あ、おもちゃここら辺ですね。あった。はい。縄系、縄系。おい、お前それを万引きと言うねん、それをね、遊ぶと。いや飼い主にするか、万引きどういうことやね、おい飼い主と一緒ですよ。あえて外でおしっこしてしまう僕はしないですからね。飼い主もするんですか。飼い主しますよ、外でおしっこ。そうなんですよね、ごめんなさい。やっぱり親に似ますからね僕は縄ですよ。あ、じゃあもう取って、そうね、 M サイズ。リュウト君もおもちゃは。いや、もうこれめっちゃ好きなのよ、これ、このシリーズ。あ、そのなんかあれだよね、なんかベーコン味みたいな。そう、匂いついてるやつでしょ。もうこれをね、これとかも今まで多分7、8個も使った、うん、で2つ買ってるのに1個を
殿がかじってたら若はそれ取りに行くわけよ。同じもの持ってるのに。そう、まあ、だからこれはでも最近買ってあげてないからちょっとこれかな。これとかも超え若あそれね、あ似てるモデル系やってるよ。あれ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 この間振り込まれてたのあれかなこれお前これ仕事してんのお前だったのか。これね、これいいよね。レックスもこれでめっちゃもうこれもうガシガシにするわ。これもほんまいっとこか。俺縄系もう一個マジで買っとこう。あんま縄系逆にトノとはかあんまりや。ほらもう見てもうすごいっすよ。うわ本当だ。これ大好きなの。可愛い。もう本当だ。これ大好きこいつら。っていうまああの ほんまにこういう感じで進めていきます。大丈夫ですか。1万円あるの。こちらはちょっと大きい小屋の。あ、本当だ。あるので。ほんまや。これでもこんなこれま大型で、こう若とほぼほぼ変わんないぞもう。ほんまやな。うん、これとかいいよ。それ何？これ何これ？うわ、すげえ何これ？レザーの？どういうこと？歯ごたえがいいのかな。革の匂いとかがやっぱりワンちゃん好きなので。シガシガする系だ。はい、ああなるほどね。あこれいいかも。そうですね、結構あの丈夫です。丈夫ですか。はい。じゃあなんか欲しいもん他になんかおもちゃ以外で。え、洋服。洋服ね、洋服あっちにあったわ、うん、あ歯磨きシートとかもね。もうこの辺はおなじみです。もうそうね、持ってる、ね、この辺はもうちっちゃい時はね、もう自分のうんちとかも食べちゃうから、もうご飯にね入れるんすよ。うんちが辛くなるお薬みたいなあるよね。そんなもんいっぱいありましたわ。あ、ポップコーンだ。レックスね、ポップコーン大好きなんですよ。あげたことない。めっちゃ食うよ。あこれ何これ、え、アップルジュース自分が飲みたい。ワンちゃん用のジュースですね。 あと甘酒とあのカズちゃんも飲めます。ワンちゃんとカズちゃんもいてます。カズちゃん人も飲めるやつですか。人も飲めます。へぇカズちゃん 100% なの。ちょっと高得か。確かにカズちゃんが飲むようちゃんもポップコーンこれ全部3種類買っとこうかな。ポップコーンちょっと後で分けてよ。いいよ、ポップコーン本当にね犬大好きだから。マジで